急いだんだけど、もう間に合わなかった。いやもう。こんばんは皆様。私もしたね。今日はねちょっともうみんな部屋が同じの人たちがいます。あまり長くはできないんですけど。ほっこりせ。ごめんなさい本当に。めっちゃみんなでダッシュしました。ねえさん9時過ぎてもできるかな、いつものやつで。やばい、ベロなくなってる人。なんでなんで、やばい、息するだけで俺もやばい、お腹空いてるのよね。やばい、ねえやだよ。今日はハイタッチ会ありがとうございました。違うんだけど、楽しかったですね。今日は一部はやばいね、あの子めっちゃ空いてるよ。一部何したっけ、あ、ワンピース着て、二部はトナカイの着ぐるみ着て、3位が、3位間違えた、3番目、3部目が、あの、あれですね、ニットのやつを着ました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。こんな感じでございます。思ったより、ウイゴコとコッペとカフェに行ってきたんですけど、ご飯は後でご飯を食べに。ごめんなさい、明日はちゃんとできるようにします。ニットベレー帽、そうベレー帽をかぶったんですよ。みんなベレー帽かわいいよね。ベレー帽かわいいよね。この間撮影でベレー帽をかぶって、なんか一回なんかの撮影でベレー帽をかぶって、アイヤかな、わかんないけど、なんかでベレー帽をかぶったんですよ。それでめっちゃ似合わなくてやばーと思って、そっから普通にもうベレー帽避けてきたんですけど、だからベレー帽だったら一体撮らなくなったんだけど、意外とこの間の撮影でねつけてみたんです、なんとなく誰かがつけてて可愛くて、だからね、意外と言ってたんですよ。で、今日もつけてみました。今日はね、味噌を食べたいなって話で、そう、味噌だ、もうだけは今日も、ね、だってさ、名古屋やん、うちらさ、まだ名古屋さ、満喫できてないやん。そうなんだよ、マジで名古屋感なくて、今一旦涼しいの来てる。確かに、兄さん、クマいたくなさいな。なんか味噌カツとか味噌、そう、今日もさ、ファンの方がもう食べ物の話がいっぱいでさ、味噌食べて、全部美味しそうすぎる。なんかさ、味噌系全部入ってるお店ないんですか？名古屋のご飯屋さんってみんなそこに来たりしてしまう。みんな集まってる。ここは毎日配信組なのもね。そうです、私もついにこの仲間入りしたのでちょっと切れるまでやります。ごめんね、本当にごめんな。毎日配信のねやり方が分かってきました。皆さん今日はありがとうございます。今日楽しかったですね。明日もあのお楽しみに。ちょっと毎日配信組のね裏側ね、みんな間に合うためにもうダッシュもね、もうさっきもダッシュしてきて、やっぱり毎日配信してる人は本当に必死です人生において。あ、君もだろ、ダッシュしましたみんな。でもココッペが間に合うか不安ってことよね。多分ワンちゃんって感じ。いやでもいつも9時になってもさ、切れない。こういう時に限ってさ、なんない、切れるんだよね。お願いします。こういう時に限ってね、あと1分だけでさ今は54分だよ。どうしよう。いつもさ、ランキング読んでる？読んでるよ。何分から読み始める？もう、今回どういうこと？今回の配信さ、何分から読み始めたらいいかな。15分経ったらランキング読み始める？うん、自分がそれでいいなら。あ、確かに藤子子は？なんかもう目がしょぼしょぼ、このカラコン。ココッペが、そうそう、危ないの。ココッペは何時からランキング、ランキング読むの？いつも。うん、読んでるよ。いや結構もう読み始めてやない？まだ58分ぐらいから出る。あ、そうね、58分ぐらいから時間に終わってるんで、ショールームさん、なんかさ、ココッペのさスマホがね今やばいの。
ね、そうですよ、マジで。本当に。持ってきたの？え？ケータリングじゃない？美味しそう、これ。ね、あ、ケータリングやろ？かわいい。食べていいよ。ね、でも今から私たちご飯に。すみません、ね、なんかあんま配信できないんですけど、うちらは。ほっぺ可愛かった。やった。全然私たちが配信できるのか。そう、全然休憩ができるのか。ご飯行く。ご飯行かなきゃいけないので。こういう時にくじできるですね。ごめんなさいね、みんなと話したい。みんなでご飯に行きたい気持ちもある。ね、月曜日にまたね、じっくり話しましょう。10回なんて？じっくり話そう。じっくり話そう。今日はね、バタバタ配信なので、ね、ありがとうみんな。明日どうしようかな、朝しようかな。明日朝しよう。朝する。朝しようかな、ちむちゃん。朝で会場でできないのかな。したいよね、会場で。みんなでしたくない。合間で、でもできる部屋、まあありそうっちゃありそう。知らんけど、なんか。行って見てさ、うん、決める？できそうだったらね。いやでもそれで朝しなかってさ。別に一度もできるっちゃうまあね毎日配信組と同じ行動してる、ね、なんでねいいじゃん、せっかくさあの、うん、時間制限なんだかわいいよね、この今日どうやって寝ようかな昨日どうやって寝た二人で寝た二人で寝た二人で寝たよ、昨日こっちも一緒に寝ていいいいよどうしよう絶対そう言うと思った、藤井君どうしようかな、足元にさ、ホッペやってたじゃあ一人さ、ジャンバキ床でジャンバキ床私全然床でも寝れるよ。え、本当に嘘やろ？かわいそう、みんなでね。パパみんな靴踏んだのに。大丈夫？汚くない？うん、そりゃそうだ。うちらの足ならいいってこと？それ考えてなかった。ここってうちらの足ならいいの？嫌だ。うちらの足きれいやもん。嫌です。バラの匂い。そうよ。最悪。嫌だー。私たちの足が好きです。こんばんは。よくね、ここっては。でも私足元で寝がちだと思うよ結構。え、どういうこと足元で寝るって？人の足元？だからいっぱいいい人がこうベッドで寝る、うん、同じ部屋で寝るとき大体足元がち私。てかさ、うん、今日さケータリングでピオリンがあったんよ。え、食べた？あ、ピオリンね。で私ピオリングなんか知らなくて、うん、なんかみんながストーリーで、うん、インスタのストーリーとかでピオリンピオリンピオリンって言ってるから、うん、え、こうやって有名だったんだって思って、え、私ピオリン知ってた？知ってる、ファンの人に教えてもらったの。社長さんにね、なんか今日さ、隣に来たよ社長さんが、うん、さ、ね、ね、ピオリンって知ってるって言われて、何、なんか人かなと思って、うん、え、ピオリンさんですかみたいな、え、誰ですか、うん、言ったけど、え、知らないかみたいな、ね、だからさ、したらピオリンってね、お菓子やったよね。え、ただのめっちゃ並ぶよだって。え、そうだよ。え、知らなかった。それでめっちゃ柔らかいから、こうやってみんなこうやってしてた、プル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 だからお土産で持って帰れないの。え、揺れるから。やればよかった、プルプルしてないの。明日は明日ないの？ピオリンって言って食べたかった。なんか全然ピオリンね、未知でした、すいません、うん、ピオリンさん。いや私ファンの方が教えてもらってさ、知ってたんだけどさ、うんうん、ちょっと食べてない。ピオリンって話題一回もでもちゃんと生でこの面で見ました、ピオリン、見たけどさ、かわいいよね、石ひよちゃんで。お願いしたのって、え、そうなの、すごい、誰が買ってきてくださったんだろう。何してたんだろう、うちら普通の他のケータリングに目が、ね、今日から公開とんです、うん、ご飯チョコフォンデュとかあったんだよ、ね、食べたよね、ホワイトいちごだけ食べたいちごのチョコフォンデュだけ食べた。いい、ね、なんかみんながストーリーにさ、ピューリン抜けてたじゃん、ね、可愛かったよ、なんだろうと思ってたの、うん、有名なんだって。じゃあ、うちらがさ、可愛さに興味ないのが、ねえ、だよね、じゃあ、ちょっとじゃあ一旦ランキングだけ、やばい、ごめんなさい、読んどきますね、ごめんなさいね。いや、もしかしたら9時になってもちょっと今59分0。一旦ランキング読んどこ。13位、コさん、 KO さん、ありがとうございます。12位、モケさん、ありがとうございます。11位、カードの人さん、ありがとうございます。10位、ホタテさん、ありがとうございます。9位、ムハンマロさん、ありがとうございます。9位、チョコレモンさん、ありがとうございます。7位、チカクさん、ありがとうございます。6位、ボッチさん、ありがとうございます。5位、コリッペさん、ありがとうございます。4位、ジージリンモンさん、ありがとうございます。3位、タンお魚さん、ありがとうございます。2位、ヤスさん、ありがとうございます。1位、マイノ君でした、ありがとうございます。ありがとうございます。できるかな。何時から始めたの？54
49。ああ怖い。4分5分。今9時だった。そのさ、今画面バキバキだからさね、これがさ、そう、あんまりさ、ね、その反応しない可能性もあるよね。いや、ないよ、それは。どういうこと？バキバキで通信できなくて過ぎちゃっても大丈夫。いっぱい喋っとこう。お願いします。果たしてここからできるのでしょうか。お願いします。チケットある？うん、チケットあるけど使いたくない、ね、チケットで食べたら、ね、そうだよ、ダメです。毎日配信でこのね、マジでこのね、スマホの画面のこの線が本当に腹立つ、ね、もう目がね、チカチカする目が分かります？この光ってる感じ、重たくなってくるよね。光が強烈なの、めっちゃもう光が。ありがとうございました。腹立っちゃう。ごめんね、ごめんね。この光に、こうやってなるの、いつも朝起きて。スプレーズレーンもね、サプライズレーンもね、そうそう、来てねって言ってたら本当にみんな来てくれて、ね、優しい、ありがとうございます。そう、今日はサンタさんでした。私グッチとお揃いの、サンタさんだったみたいな。私真似してる。そのナキ生と2人と私で、うん、なんか先輩したなって思ったんですよ、ね、本当にね。なんか私のファンの方とかが7期生のこと、うん、と私はゆえぱんとひいろちゃんとでした。なんかその3人の共通点って何なんだろうって話してたんですよ。そしたらパンみたいな共通点が生まれて、コッペパン、ゆいパン、ひいこパンっていう、あのパン同盟っていうことになってるんです、今のところ。先輩だと思ってるけど、ね、ちょっと3人ってさ、不思議じゃないですか。ちょっと珍しい感じなんですけど、3人で考えたところパン同盟っていうことでなってるんですけど、そう、ゆいパン同級生です。あんまり話せてないからさ、みんなと。ゆいパンはほぼ心です。漢字がね、私の漢字全部入ってるんですよ。なんかさ、一緒に出ないからさ。じゃあ、7期のさ、テーブルでさ、ヤッホーって言ってみよっか。あ、ここってめっちゃ長くない？いけてるよ。もう2分だよ。それ言っちゃダメだよね。まだ9時。そう、パン同盟っていう。ゆいパン可愛いよね。感じです。顔がね、ゆいパン可愛いの。そうね、本当に可愛いの。ゆいパン、ゆいパンは制服着てました。セラフか。リリタンって感じなんですよ。リリタンね、可愛いよね。リリタンってリリタンって顔してない。顔してる。リリタン、うちの子がさ、コウコタンとか言ったらさ、もう言ってなるじゃん。違うやん。リンタンだから許されるよね。リンティタンって可愛い。ミンサタンもまだ良くない。でもこん中やったら一番マシやね。コウコ、え、ココペタン、コウペタンか、可愛いやん。やっぱリンタンにしかないリリタン。一緒なりだったの。え、リ、ね、リリしかないから。リリ、ね、なんだったん。リリタンか。なんだったん。なんだったんも可愛い。あ、なんだったん。リリタン。なんかね、嫌だね、ココハと。え、じゃあココタンよ。じゃあ、うん、今、うん、お披露目、もううちはまだデビュー前です、うん、お披露目するためにニックネーム決めます、うん、今のやつじゃないやつにするのは何にする、うん、リサキって何？リチャキかな。あ、でも公式ネームはリサキなの。じゃあリチャキっていいじゃん、うん、リチャキ。リサッキーとかは可愛くない？うん、可愛い。私はココちゃん。え、なんかちゃんつけてほしいって思った。第一希望ココちゃんだったんですよ。でも、ね、怖いよね、なんかちゃんつけられたくない？そこで改めて名前順って嫌だなって思ったもん。まあココッペになったんですけど、結局。え、15分経ったよ。え、よかったね。あー、よかったですね。めっちゃすごくない？すごいね。ありがとうございます、見てくれて。ちゃんづけしてください、私のこと。ありがとう。公式はココちゃんのね、うん、でコールとかなんかめっちゃ今ニックネームの話してるけど、終わっていきたいと思います。みんなありがとうございます。こちらまだか。おやすみなさい。明日もよろしくお願いします。
バイバイ、ありがとうございました。でもなんか後輩とかもまた明日ね、バイバイ。でもなんか意外と、なんか藤子とバイバイ。